マンガミあゆみさん、ゆりさん、ごめんね、待たせちゃった。このハンカチかわいい。お揃いにしましょうか。お互いの秘密を共有してから、ゆりさんとはいろいろな話をするようになった。そういえば、言いづらかったら大丈夫なんですけど、ゆりさんのレスのきっかけって何だったんですか？すいません、こんな綺麗な方がなんでだろうって思っちゃって。ね、不妊症なの私。タイミング法って知ってる？いえ、詳しくは。婦人科の先生が検査をして妊娠しやすい日を教えてくれるんだけど、セックスってこの日って誰かに指示されてするものじゃないじゃない？ちょうど1年前、もう子供はいらないって言われちゃった。きっと面倒になっちゃったのね。何それ、私よりもずっと。じゃあそれから。かわいそうだと思った？え、いや、あの、いいのよ、自分でもそう思うもの。不妊治療に協力してもらえず、愛想も尽かされて、義両親には笑顔作ってごまかして、私の役割なんてせいぜい噂の的になるくらい。だからいいの。違う。いえ、あの、そうじゃなくて、全部じゃないけど一緒だって思ったんです。私もきっと思われてるから、かわいそうって。あゆみさんが？はい、私も子供欲しいなって思うけど全然うまくいかなくて、そもそもしてもらえないし、周りはどんどん子供生まれてるのになんでって。通ってる料理教室でも子供がいないこと何かあるんじゃって噂されてるみたいで。人って結局自分より下を見つけて安心したいのよ。それにたまたま選ばれちゃったのね、私たち。そうかもしれません。あゆみさんは何かあったの？レスの原因。うちはこれっていう分かりやすいのはないんですけど、夫の仕事の立場が変わってからすれ違いが多くなってきて。そうだ、1年くらい前からお父さんの仕事を少しずつ任されて、龍馬は目に見えて忙しくなった。ごめん、疲れてるから。その頃からセックスの回数はみるみる減り、私たちは立派なセックスレス夫婦になった。変だよ、あゆ、そんなにセックスしたいの？夜、夫と背中合わせで眠ってると無性に寂しくなる時があって、絶対ダメって分かってるけど、誰かにすがって甘えて抱きしめてほしいって思っちゃったりして。夫が待っててって言ってくれてるのに、そんなこと考えちゃう自分が嫌になって。なんで？嫌になる必要なんてないわよ。セックスって子供を作るためだけのものじゃないんだもの。ゆりさん、でも本当に女って嫌よね。なんでですか？だっていくらこっちがしたいなと思っても向こうがその気にならなきゃできないんだもの。ゆりさんでもそんなこと思うんですね。当たり前じゃない、私たち女性にだってあるもの、性欲。夫が抱いてくれないなら年下のイケメンに求められてみたいとか思っちゃうね。嫌になった？私のこと。ならないです。ほらね。
ゆりさんと話すと。で、あゆさんはどんな人をご所望？心がどんどん軽くなる。実は年上の優しい人に抱かれてみたいって願望あります。年上か。そうだ、いいこと考えた。ん？うちの夫とあゆさんの旦那さん交換すればいいんじゃない？どう？でもダメか。妻に無理解のダメ夫じゃ。そしたら私がガツンと言っちゃいますよ。ゆりさん泣かせるなって。頼もしい。ゆりさんと友達になれて本当によかった。それでね、ゆりさんと行ったお店のパテがめっちゃ美味しくて。あ、見て、このハンカチもお揃いなんだ。よかったね。ん？最近のあゆ、毎日楽しそうだからちょっと安心した。リョーマ、ちゃんと見ててくれたんだ、嬉しい。そうだ、今週末ゆりさん家で食事誘われてるんだけど、リョーマもどうですかって。忙しいよね。いいよ、あゆがお世話になってるんだからちゃんとお礼しなくちゃな。はぐらかすためじゃない、ずっとこうして触れてほしかった。ありがとう、リョーマ。東堂さん家とか何着てけばいいんだろう。普通でいいでしょ。久しぶりにちゃんと仲良くできた気がする。ゆりさんのおかげだ。ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。あゆみさんもお料理上手じゃない。いや、ゆりさんのと比べたら。りょうま、そういえばあゆさんの SNS 見たけど、お二人結婚5年目なのね。私たちも5年目なの。ねえ、魔の5年目って知ってる？魔の5年目？毎年たくさんの夫婦が離婚を決めることからそう言われてるんですって。原因はいろいろあるけど、その中でも実は多いと言われているのが性生活の不一致。あゆみさんから聞いたけど。え、何を？最近うまくいってないんでしょ、夜の生活。ゆりさん、なんで急にそんなこと。ダメじゃない、龍馬さん。あゆみさん悩んでたわよ。もう1年もご無沙汰だと考えちゃうんですって、他の人とのセックス。もういいですから、やめましょう、ゆりさん。いいのよ、遠慮しないで私に頼って。だって私たちお友達じゃない。それでね、あゆみさんとも話したんだけど、交換してみない？お互いのパートナー。1ヶ月限定で週に1回、そうね、金曜の夜から土曜の夕方までっていうのはどう？その間夫婦として、私は龍馬さんと、あゆみさんはうちの夫と過ごすの。きっといい刺激になると思うけど。え、だってあれは冗談。そんなの。まあ今夜龍馬さんがしてあげれば済む話だけど。龍馬。あら、どうする、あゆみさん。龍馬さん困っちゃったわよ。あゆみさんはこのままでいいの？いいわけないけど、なんで何も言ってくれないの？なんで？でもこんなのひどいですよ。ゆりさん、何考えてるんですか？だっ
ってあんなの冗談に決まってるし、なんで旦那さんも何も言わないんですか？意味わかんないですよ。それに私たちのことだってゆりさんのこと信頼してたから話したのに。でもだってあゆみさん本当に言い訳ばっかりね。なんでゆりさんこんなこと言うの？なんで彼は何も言ってくれないの？なんで？なんで？それはだってほらね、そういうのすっごくイライラしちゃう。そうやって自分は動かないくせに全部周りのせいにして自分を正当化する言い訳ばっかしてるから、龍馬さんしたくなくなっちゃったんじゃないの？そんなこと今は少し忙しいだけで、俺と妻は東堂さんが思ってるようなことはないですから。それに東堂さん常識的に考えておかしいですよ。東堂さんと歩みまだ出会ってそんなに経たないですよね。俺に至ってはほぼ初対面じゃないですか。それなのにこんな他人の家庭に土足で踏み込むような夫婦交換にしたって、そんなこと社会的に見て許されるわけないじゃないですか。常識的に考えて社会的に見ればどう考えても自分を求める妻を1年も放っておいてる方が異常でしょ。そんなことしてないってあゆみさんを見て本当にそう言えるの？それでも俺はあゆを愛してますから。一般論の次は感情論？愛してるなら今すぐ抱いてあげなさいよ。そうやって本質を避けて上辺だけ取り繕ってばかりいると5年目の怪物に大事なもの全部壊されちゃうかもしれないわよ。東堂さんの旦那さんはいいんですか？奥さんが知らない男と一晩過ごすなんて。空気が悪くなってきたし、僕はそろそろ失礼しようかな。仕事もあるしね。え、たくみさん。僕はゆりが他の人とセックスしたいって言うならそれでもいいけど、あまり笠井さんを困らせてはダメだよ。ゆりさん、分かったでしょう。常識とか世間体とかに縛られて上辺だけ取り繕った夫婦関係がどうなっちゃうのか。ゆりさん、あゆみさんたちからしたら非常識だってこともありえない話だってことも本当は分かってるの。モラルに反することだってこともけど、私は彼を失いたくない。わかりました。え、私もゆりさんの気持ちわかるから、どこまでできるかわからないけど協力させてください。私がガツンと言うって約束しましたもんね。本当？この選択が正しいかはわからないけど。嬉しい、あゆみさん、ありがとう。はい、こうして1ヶ月間よろしくね。私たちの夫婦交換は始まってしまった。続きはアプリで、ダウンロードは概要欄から。チャンネル登録よろしくお願いします。